ここです。かすかに覚えています。ずっと昔にここに私と母巫女様とオリビアと三人で。ねえ、あのさ、さっきから遠くでうなり声みたいなの聞こえない？聞こえたとしてもどうでもいい。それより美女はどこだ？人は住んでいそうだけど。誰かいませんか？おいや、物音はしたので何かと思えば、ここに人が来るのはいつ以来かの。さて、どちらさんかな？風のクリスタルの巫女、アニエス・オブリージュと申します。おうほうほう、なんとアニエスちゃんか。いや、しばらく身内に随分大きくなったの。昔先代の風巫女さんに連れられてきた時はこんなに小さかったのに。いや、あの頃とは比べ物にならんほど色っぽくなった。プリンプリンのぽよんぽよんじゃって言ってよ。なんなのこのスケベジジイ。ではやはりあなたが老子様なのですね。失礼ですが、お名前は？さてな、ここに住んでいると人に名前を呼ばれることなどめったにない。名前なんぞ忘れてしまったわい。老子で構わんよ。先代の巫女さんからもそう呼ばれとったしの。お主も小さい頃はわしのことを老子玉、老子玉と呼んでくれたもんじゃ。よかった、あなたを探していたのです。それは嬉しいの。若い娘に言い寄られるとはわしもまだまだ捨てたもんでないな。時にお主が風の巫女を名乗ったということは、先代の巫女さんは？はい、母巫女様は5年前に巫女としての、4年前に人としての生涯を全うしました。そうか、惜しい人を亡くしたの。先代の風巫女さんは若い頃はそれはもうプリンプリンでわし好みの美人じゃったんだよ。ほう、その話詳しくお聞かせ願いたいな。それとこの地に美女はいるかどうかも。バカは黙って。うん、属性と関わりを持たんのが巫女の戒律のはずじゃが、珍しく連れが多いな。彼らは私の協力者です。協力者か、なるほど。面白い素性の者たちが集まっておるようじゃて。さ、立ち話もなんじゃ、ほれ奥へな。そうか、そんなことがあったか。アニエスちゃん、よく頑張ったの。一人ではここまでたどり着けませんでした。ディズがいてくれたおかげです。うん、最悪の時代がいよいよ訪れたのかもしれんな。最悪の時代？世界中に現れた闇はその兆し。大穴もクリスタルと神殿を飲み込んだ闇もじゃ。その闇を払うため、四つのクリスタルすべてを解放することこそ巫女の使命。解放じゃと？実に素晴らしい。え、どうしたの？ご老体、隣の部屋にある婦人向けの衣装、勝手ながら拝見させてもらった。そのどれもが実に美しく魅惑的なもので、たまらず見惚れてしまったほどだ。お主、
あれの良さがわかるというか。あの衣装を作ったあなたとは一晩中でも語り明かせそうだな。意気投合してる。リングアベル、今大事な話をしてるのに。これはロマンの問題さ。いずれティズにも分かるようになる。それに今大事なのは話をすることではなく、一刻も早く巫女の祈祷衣を手に入れることのはず。俺はあそこに祈祷衣がないかを吟味していただけだよ。おほう、そうか。お主らは巫女の祈祷衣を求めてここに来たというわけか。はい、神殿に一着だけあったのですが、闇に飲まれてボロボロに。巫女の祈祷衣を作るには素材となる祈りの虹糸が必要なんじゃ。その糸はここに置いてないの？残念ながらないのじゃ。巫女の祈祷衣に使う祈りの虹糸は巫女自らが取りに行くというしきたりがある。先代の風巫女さんも、そのまたさらに先代も、歴代の巫女がずっと従ってきたことなんじゃ。つまり、たとえ先代のものが残っていたとしても、アニエスちゃんには合わなかったわけじゃ。わかりました。では祈りの虹糸がある場所を教えてください。まあまあ、そう焦るでない。今日はもう遅い。一晩泊まっていくとよい。いや、そうじゃ、よければ若いお嬢ちゃん方でこの老体に添い寝なんかしてくれんもんかの。拒否します。私も断り。ではご老体、ぜひ俺と語り明かそう。おはよう。よく眠れたかな。のう、イデアちゃんと言ったか。この老いぼれに何ぞ朝食でも作ってくれんかの。なんで私が。いや、そりゃどうせ食うなら若い娘の手料理の方がいいからに決まっとろう。巫女は料理などできんじゃろうからな。となるとイデアちゃんしかおらんじゃろう。老師様、今は朝食よりも祈りの虹糸のある場所を。おや、アニエスちゃん、やきもちかえ。実にかわいいな。違います。釣れないの。しゃあない。ほれ、わしが用意した朝飯じゃ。食ってけ。祈りの虹糸はここより西に行った洞窟の一番奥にある。ほれ、地図に印をつけておこう。Thank you.
不気味な雰囲気、嫌な感じだな。絶対奥に何か潜んでそう。本当にこんなジメジメしたところにあるのかな。からかわれてたりしてな。あの老人つかみどころがない。リングアベルがそれを言っても説得力ないけどね。老師様とは先代の頃からのお付き合いです。信じましょう。ここで話していてもしょうがないよ。さあ進もう。見て、あそこにあるのが祈りの虹糸じゃないか。へえ、綺麗。本当にあったんだ。早く持って帰ろうよ。待て、何かいるぞ。魔物。
りした。あんな魔物がいるなんて聞いてないわ。ロジはこのこと知っていたのかしら。だとしたらエアリーはカチンと来ちゃうわ。騙されたみたいなものよ。ニコを危険にさらすなんて信じられない。意識ができなくなったらどう責任を取るつもりよ。落ち着いて。魔物に打ち勝ってこそ一人前の巫女であるという試練のようなものなのかもしれません。さあ、祈りの虹糸を持って戻りましょう。おお、無事戻ったか。大したもんじゃ。その口ぶりからすると、あそこに魔物がいるって知ってたんだ。大変だったんだから。いや、すまんすまん。巫女の祈祷衣を作るなんて久しぶりでの。すっかり忘れておったんじゃ。では早速祈祷衣作りに入るとしようか。まあどれだけ急いでも明日の朝まではかかる。その間はここで休んでいくとよい。アニエス。どうした、眠れんのかね。老師様、このペンダント覚えていますか。幼い頃、老師様にいただいて以来、ずっとお守りのように大切にしてきました。ああ、覚えとるよ。いや、懐かしいの。今も肌身離さず持っておるとは、感心感心。辛い時、これに祈り語りかけていると、不思議と勇気が湧いてくるのです。これからもなくさないようにしなさい。いつかきっと。お主を守ってくれるじゃろうって。前にここを訪れた時、私ともう一人一緒にいた女の子のことを覚えていますか。オリビアちゃんじゃな。はい、今は水の巫女を務めています。彼女が今どうしているかわかりませんか。風のクリスタルが闇に飲まれたのと時を同じくして、世界中の海が腐り始めてしまいました。海に活力を与えているのは水のクリスタルです。つまり風のクリスタルと同じように闇に飲まれてしまったのかもしれません。水の巫女オリビアが無事なのかどうか確かめたいのですが、今の私にはその術がなく。それはわしにもわからんの。少なくともオリビアちゃんはここを訪ねてきてはおらん。そうですか。オリビアちゃんのこと以外にも何か思い悩むことがあるようじゃな。わからないのです。私はほんのつい最近まで修道女に囲まれて風の神殿でひっそりと暮らしていました。外の世界のことなど何も知らなかったんです。そんな世間知らずな私がなそうとしている使命が本当に正しいのかどうか自信がないんです。昔とは違い、人々の心はクリスタル聖教からは離れ忘れ去られてしまったと言っても過言ではない。しかしそんな時代であっても民は無意識ながら巫女とクリスタルに対する畏敬の念を持っておる。お主はお主の信じるべき使命を果たせばよい。それこそが巫女の示す道となろう。でも私は母巫女様に比べ全てが未熟なのです。クリスタルが闇に飲まれるのも救えませんでした。私のために命を落とす者さえいました。一
人は皆、民も王も、巫女として未熟な私を言葉や目で、期待と落胆とで責めるんです。初めて会った多くの人たちの、私だけに押し寄せるたくさんの思いを受け止めきれなくて、それどころか怖いとさえ思ってしまって、こんな私には人々に道を示すことなんてできるはずない。お主はどれだけ責められようと、怖かろうと、民や世界のために必死で戦っておるんじゃろう。それは立派な生き様じゃ。決して間違っておらんし、責められるいわれもない。じゃが、お主はその生き様を道として示さなければならん。かつての巫女たちがクリスタルの輝きを汲み、人々に啓示を与え、導いておったようにの。言葉の力というものは確かに存在する。お主の巫女としての言葉の力じゃ。人々を動かす力と言ってもよいの。お主が人々のためと信じ、世界のためと思い行動してきた道を言葉で示すんじゃ。その指し示した道が受け入れられるかどうかは民が、そして世界が決めることではあろうが、お主自身が心を開き道を示せば、必ずや多くの人々が希望を見出すじゃろう。希望、ティズにも同じようなことを言われました。なんじゃ、お主はすでに誰かの希望になっておるではないか。届くよ、お主の言葉は。私の言葉。俺の目に狂いはなかったようだ。アニエス、似合うよ。似合うとか似合わないとか、そういう感想は必要ありません。これはあくまでも儀式用の装束なのですから。でも、ありがとう。さすがに徹夜はこの老体にはしんどいわい。王子様、ありがとうございます。これで再び風を取り戻せます。おお、本当に感謝しとるのか。ならばその印としてほっぺにチューしてもらおうかな。このスケベジジイ、何言ってんのよ。それは巫女の祈祷意を作成するしきたりに含まれる行為ですか。絶対違うって、騙されちゃダメ。では拒否します。はっきりしたるな。また何か困ったことがあったらいつでも尋ねるがよい。はい、ありがとうございました。よし、風の神殿に戻ろう。